YouTube の試乗動画後編ですね。次はですね、いよいよちょっとガタガタ道の方を走ってみたいと思いますね。そう、アイドリングストップからね、復帰する時が素晴らしいんですよね。あのミラココアの頃はね、もっとねプル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 ってかかってたんですよ、ね、しかもちょっとね時間がなんか長いような感じがして、下手するとちょっとアクセル踏むタイミングと一緒になったりしてガーッて出ることがあったんですけど、これはね大丈夫ですね。50キロ出てましたね。すごいな。ものすごいしっかりしてる。なんかね、あのボディのその箱がすごいね、しっかりこう、なんていうの、形が変わってないって言ったらいいですかね。こう動いてる感じがすごいします。ミラココアとの結構違いはですね、揺れないっていう感じですよね。ミラココアとこのムーブと、多分このムーブって今割と背が低い方の車になってると思うんですけど、でココアも高い方じゃないと思うんですね。要は高い、背の高いのを買いたいって言ったら昔はムーブかワゴン R だったのが、まあ今このダイツだったらタンとかあって、でそれでさらにこの間ウェイクってもっと背の高いの出ましたよね。もうちょっとよりこう乗用車っぽいような感じにこのムーブを作ってるんじゃないかなって思うんですけど、高さがない分、まあ揺れづらいの揺れづらいと思って、その分こう足回りもいろんな工夫が多分できるんですけど、ミラココはねもうちょっとこうね切っていくとふわーってこう柔らかく左右に動いてたのが、これすごいしっかりした感じになるんですよ。だからね、揺れなくて楽かもしれないですよ。900系っていう平成12年とかあの辺のムーブは、まだまだパワステがこの電動じゃなくて言わずだったんですよね。であれはすごくボディのしっかりした車で、あれ乗った時はね本当にうわーすごい楽と思ったんですけど、できたらあのパワステをここに移植したいぐらいな感じですよね。から今回ここにステアリングのところにこれパワーボタンっていうのができて、でこれまあ変な話、まあなんていうかな、子供騙しの面白いスイッチですよかなぐらいだったなのかなと思ってたんですよ。ところが意外と使ってみると、こうって思ったのは、こ
これ多分ね、おそらくですよ、ちょっと確認取るじゃないですけど、このね、スポーツモードにここ変えたのと同じ効果が多分出てるっぽいんですよね。アクセルは全く触んないで、つかないってこれ相当なことですよね。いやすごいな。パワーボタンを触ったの時とこのスポーツモードにした時とほとんど同じ回転数までふわっと上がるんですね。でそれでまあアクセル踏んでいけば加速がグーッとしますよというのがパワーボタンらしいんですけど、これがねミラココはもう同じこのまあドライブモード、スポーツモードだと B ってこれブレーキモードなんですけど、こういう風になってたんですね。でミラクコアの時は、このパワーボタンがないんで、じゃあ加速したいですよって言ってグーって踏み込んでいくと、あるところからこうスイッチが切り替わったみたいにしてわーっていくんです。でそうするとその切り替わるところまでの間だから多分燃費を優先したアクセルのこのなんかレスポンスっていうんですかね、そこの領域を外れて行くとやっとグワーって加速するんですけど、でそこにを行くまでの間にちょっとこうタイムラグがあるじゃないですか。そのズレが結構気持ち悪かったんですよ。であるところからパコンってなってグワーって行くんだけど、遅いってなってたのか、それをこうドライバーがアクセルじゃなくってこのボタンで命令することで、もう今加速したいので加速ちょうだいピッてやるとすぐ加速モードでわーって入るんで、ああこれは便利かもしれないちょっと思いましたね。で変な話ここのね、じゃあシフトレバーをスポーツモードに変えれば同じことなのかもしれないんだけど、それをこうステアリングホイールにスイッチ1個でピッていけるのは割とこれをこう操作するってちょっと手間だったりするんで、そこはいいんだろうなと思いましたね。よりもこうお正月の前後ぐらいからそのウェイクの CM の方がなんかすごい目立っちゃって、ひっそりとなんかムーブが新型に切り替わったような僕はイメージを持ってるんですけど、いやいやいやこれすごいですよね。かなり力が入ってるなっていうのがよくわかる車でした。ということでですね、試乗編は以上で、あとは内外装のご紹介編ということで動画を撮りたいと思います。以上です。